ユアンヤン歌合戦は、日本のオペレッタ時代劇映画である。1939年の日活京都撮影所、制作、日活配給作品、日活と定築の一連の提携作品のうちの一作で、ある。監督は、当時31歳の牧野正弘後の巨匠、牧野正弘の戦前の陶器作品である。元来、お正月映画用として、 矢じきためくん初登りが予定されていたのが、主演の片岡知恵蔵の急病で2週間の休養となり、急遽、ほぼ同じスタッフとキャストで作られた。確かに主役でありながら、片岡の出番は巧みに少ない。長屋内と広場のカットを、ほんの2時間で撮って終了したという。その代わり、志村隆史とディックミネが大きくフィーチャーされ、自由度の高い作品となった。 脚本は、牧野監督が、江戸川浩二名義で執筆し、撮影は、後の名カメラマン宮川和夫、牧野と同い年で、当時31歳の宮川は、すでに監督歴13年、本作が113本目の大ベテランの牧野と違い、4年、前に撮影日誌に昇格したばかりで、本作はまだ20本目であった。音楽は、服部良一門家の逸材で、 定築レコード専属の大久保徳次郎で編曲とオーケストラの指揮を取った。定築専属の人気歌手、リック・ミネ、及び、服部の妹、服部富子が特別出演。作詞トーペレッタ構成を行った、島田慶成、及び大久保、ミネのトリオは、当時の定築のヒットメーカーチームであった。早鳥の牧野正弘にふさわしく、プリプロダクション4日、 実撮影期間は一週間ほどで出来上がった。人物名も俳優の名前を生かしたある意味では、いい加減なものだが、その軽さが映画と合っている。底抜けに明るい世界の映像と音楽とが完璧な調和を見せている。短期間で出来たのが奇跡であるが、その事実自体に、当時の日本映画の質の高さを伺うことができる。ありものの江戸のオープンセットと長屋や、 屋敷内などのたった数杯のセットのみで撮影され、それがパーマネントでキープできた戦前の撮影所の美術力も重要である。セットの設計は角井家一郎である。内容は可憐な町娘と彼女に恋する人々を織りなしたストーリーに明朗な歌が入るシネオペレッタである。日本でもアメリカのミュージカル映画やドイツーファのシネオペレッタの影響を受け、 当期遺書記から、裏返の公共楽、100万人の合唱などの作品が作られていた。ユアンヤン歌合戦もその一つであると言えるが、時代劇に設定されている。本作では、江戸時代の登場人物が、当時最先端のジャズに歌い踊る。冒頭部、お女と若者のコーラスの掛け合い、そしてミネサワタンバマモルが家来たちと、スイングに乗って歌いながら登場するところから、 楽しい世界に引きつけられる。当時も、同作を見た宝塚歌劇団の高木史郎、音楽評論家の野口久光がわざわざ、京都ホテルまでで向き、これこそ、初めての日本のオペレッタ映画だと絶賛した。定畜のシンガー、リック・ミネと、服部トリ・ミコ。本作の原型は、前年1938年に公開された、日活作品、矢ジ多ド中チであると言われており、 牧野正宏監督らスタッフ、および出演者の片岡、志村、香川良介、ミネ、ハットリラが本作と共通している。しかし、前作に比べて、本作、ユアンミアン歌合戦は、歌とセリフがより洗練された形で噛み合っており、格段の進歩を感じさせる出来栄えである。また、ミネの歌う骨董の笛の下りには、撮影の同年のミネのヒット曲、ある雨の午後のメロディが、 服部富子が市川春代と恋のさやてを演じる場面では、服部の持ち歌、満州娘のメロディが、それぞれ巧妙にフィーチャーされている。志村隆たかしの歌があまりにもうまいので、共演者の名歌手、リック・ミネが真剣に歌手デビューを進め、実際に定築がスカウトに来たという。志村の美声は、戦後1952年の生きるの主役として、 ゴンドラの歌を歌う有名なシーンで見事に活かされた。また、本作の撮影当時の志村はまだ34歳であり、娘役で、当時26歳の市川と8歳しか変わらず、若い殿様の峰とは、わずか4歳差、地位像に至っては志村よりも2歳上、志村は、貫禄の吹け役を演じ切った。いずれにしても牧野監督、宮川カメラマンは、 さらに若く、当時の日本映画の若さのみなぎる映画となっている。公開当時は、正月向け大作の前の商品の娯楽作品として、それほど話題にはならなかった。しかし、1985年に、渋谷パルコ劇場での、牧野正弘レトロスペクティブでの上映で、公開から45年を経て、現代の観客に好評を得て、 以来各所で上映されるようになり、1988年には、パイオニア LDC から、レーザーディスクが発売された。現代では、オペレッタ時代劇の傑作として評価されている。2005年12月、デジタルリマスタリングされ、伝説の侍オペレッタの副題で、DVD が発売された。堅苦しい宮勤めを嫌って、貧しくとも気楽に生きる浪人、浅井礼三郎と、彼をめぐって、 恋人のお春、資産家香川屋の娘を富み、古い言い名付けの藤尾との三角関係の恋のさやあて。骨董狂いのお春の父、志村京菜、同じく骨董マニアでお春を見染める。馬鹿伝、峰沢丹波守、る、志村と、殿様に、同一の偽物を売り付ける悪どい骨董賞、六兵衛、礼三郎に、娘、藤尾の縁談を進める東山光つ おとみの取り巻き町人連中、バカ殿の陽気な家来どもなどなど、多彩な人物が絡む。笑いあり恋あり涙ありの物語は、レイサブローとオハ春とが結ばれる、ハッピーエンドまで、全編楽しい歌で綴られる。ありがとうございます。